ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回はなんと、はい、ゲストの方がいらっしゃるということ で、 ですね、はいはい、この方です。あれどうもよろしくお願いします。いきなりのユージと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや嬉しいです。本当ですか。本当に僕このチャンネル何度も見てまして、ありがとうございます。車が大好きなので。そうですね。なんか不思議な気持ちです、はい、お二人が目の前にいる。ありがとうございます。Me too です。お互い様ですか。お互い様。いや僕らの方が、ね、いやいやいや不思議な感じですね、まあ、いきなり僕がいるっていうのもなんか見てる人たちなんでだろうって思っちゃうと思うんで。そうですね。まあちょっとご縁を説明させていただきたいんですけど、もともとボンドさんとはもう割と年数で言ったら結構長い付き合い。結構もう長いですね。長いと思います、はい、で過去にも1台で車を購入させていただいて、はい、でその時ちょっとだけカスタムのお手伝いもしていただいたりとか。そうですね。でそれ以外もなんかちょこちょこご紹介いただいたりとか。そうですね、はい、お知り合いを友人の紹介も含め、あと僕が車が好きなので、はい、なんかあると土方さんに電話して、そうです、ね、この車どうですか、あの車どうですかっていうアドバイザーみたいになっていただいて、うん、本当にお世話になってます。お世話になってます。いや嬉しいです。今日はちょっと、はい、いつものお二人にプラスして僕が車のレビューに参加していいと、うん、もちろんもちろんでございます。ツッチーパフォーマンスさんじゃないですか。いやもう何喋っていいかよく分かってない。いやいやいや、ツッチーパフォーマンスさん の、はい、あの淡々としてるけど、うん、なんて言ったらいいんだろう、テンションがバッと上がらないところが好きなんですよ。なんかもう、わーすごいって時もちょっとしか上がらない感じが僕すごい好きなんです。いや楽しみにしてました。ご調子すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなことあります。こんなことないよね。はい、まあ、ある意味びっくりです。そうそう、ある意味ユージ君優しいので、はい、なんかこう友情出演的な人出てくれないじゃないですか。いやもうありがたいです。いやすごい嬉しいです。いやもういつもそうなってるんで、もうちょっと感動してます。もうありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今回、はい、僕が初対面なんでどこまで喋るかちょっと分かんないですけど、はい、いやもうグイグイ来ていただいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、そしてユージさんといえば、はい、ですよね、2014年に結婚されて、はいはい、3人のお子さんの、そうなんですよ、お父さんでもあるってことで。なんとそうなんですよ、はいはい、2016年にはなんと、はい、グッドファーザーイエローリボン賞でしたっけ。ベストファーザーです。あ、ベストファーザーです。はい、惜しいです。はい、惜しいけどでも嬉しいです。そこまで調べていただいたんですね、はいはい、ありがとうございます。よきお父さんというイメージの。そうですね、はい、なんで今回はお父さん目線で、うん、そう、パパ目線でなんかこうね、はいはい、コメントしていただければ、はい、全然、はい、もう僕あの車本当に知らない方も多いと思うんですけど、車が大好きで、これまでに車だけで言うと20台以上実は、うん、そうなんですか、乗り換えてきてるんですよ。売って買ってですよ、うん、もちろん、うん、なんですけど父親になってから選び方がガラッと変わったんで、はい、その目線で今日行きます。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、車両紹介の前に1個ちょっとお知らせを入れてもいいですか。何でしょう。なんとですね、うん、ボンドチャンネル、はい、この度登録者数3万人突破いたしました、はい、おー素晴らしい。ありがとうございます。やっと来ましたね、はい、そしてこのタイミングでユージさんに出演していただけるなんて、素晴らしい、嬉しい、もう感動なんです。グッといきますか。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めまして、はい、と車両の紹介の方に行きましょう。行きましょう、はいはい、で今回ご紹介させていただくお車が、うん、ベントレーベンテーガン、はい、W12 ですね。 W12、はい、こちらをご紹介させていただきます、うん、はい、でまずいつも通りじゃあ外観から行きましょうか。行きましょうか、はい、いやこれちょっとめちゃくちゃ良くないですか。まあ最初に目につくのは色ですよね。色ですね、はい、この色めなんかあのポルシェでいうとこのクレヨングレーみたいな。そうです、色ですよね。そうです、めちゃくちゃかっこいいですね。うん、最高だと思いますね。これはでもラッピングなんですね。そう、しかもラッピングという。これラッピングなんですか。そうなんですよ。それはすごい、クオリティがかなり高く仕上がってると思いますね。どちらでラッピングをされた車両なんですか。これはこれうちでやりましたね。へえ、はい、すごいっすね。もう全面こうラッピング感がなく。そうですね、このサイドミラーの内側とかも全部これ入ってるやつ。入ってます、入ってます。すごくないですか。めちゃくちゃすごいです。ですよね。めちゃめちゃすごいですね。そう。うわぁ、すごいな。ベントレーの、あ、ベンテーガの W12 は今までもうちでの車両紹介で、はい、私とツッチでやってるんですよ、うんうんうん、なんですけど、あえてこれをやる理由って、はい、ユージ君がそうやって驚いてくれる、そこまでのクオリティだっていうことであえて今回出しました。いやちょっと今日は辛口に行っちゃおうかなと思ったんですけど、はい、これはねあのすごいとしか言いようがない。いいですよね。グリルはペイントですよね。グリルペイントです。だからツヤありブラックのペイントに、そうです、この
まあ、クレヨングレーみたいな色、はい、これいい色だなやっぱ、はい、だメッキの部分をグロスブラックにこういう風にカスタムで塗ってあります、はい、てて全部消してる感じですよね。そう消してる感じです、はい、メッキを。いやでもこの色のバランスめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですよね。かっこいい、うん、結構こう通好みっていうんですかね、うん、そのポルシェのクレヨンだったり、はい、あのアウディの RS モデルのそうナルトグレーだったり、うん、っていうのをこうモチーフというか、うん、それに近いものを作ろうっていう感じで、すごいな。ベントレーでベンテーガーで作ったらどうなんだみたいな。でだいたいいつもこう、はい、なんですかメタリック多めのちょっとギラギラの感じがイギリスはやっぱり多いんで、うんうんうん、多いですよね。あえてのこのソリッドで、うん、はい、ソリッドのこれ、マットでもなくっていうね。ベースの色は何だったんですか。これ実は純正オプションの 薄めのパープル系の色だったんですよ。ベンテーガでたまにあるやつだそうです。ちょっと高級感のある あれ僕好きですよ。いいですよね。だからまあ変な話ですけどこれ乗ってて、うん、まあ、ちょっともう変えたいなと思ったら剥がすだけでも一気に気分変わりますね。そうですね。その通り、パープルでいけちゃう。そうです。いいなぁ、うん、これありがとうございます。これ今日乗らないかもしれないですよ。あ本当ですか。僕がもしかしたら買っちゃう。テイクアウト。ありがとうございます。これテイクアウトでもちょっとありがとうございます。世に出さないでくれみたいな。一応でもちゃんと辛口に見ますね。はい、辛口で見ていただきます。もうちょっとじゃあ外装見ていいですか。はい、次気になるのはやっぱホイールですよね、うん、そう。ホイールこれ23インチぐらいあります、うん、HRE です。はぁ、い、アメリカ製単造ホイールでございます。高級ホイール履いてますね。またそうなんですよ。お高いやつで、はい、色もまたこれボディにちょっと近いというか、あのそうです ね、あのギラギラ系のシルバーではなくて、はい、落ち着いてますよね、はい。そしてこれがタンブルブラッシュドっていうこの仕上げの直前で止めて、うん、この金属感を残した、出してる、はい、だからなんだ。仕上げ、そうなんですよ。だから、まあ、アルミの質感がちょっと残った感じに、うん、はぁ、はい。隣にだからちょっと違う車になっちゃいますけど、あのどっちかというとこの、まあ、アルピナのホイールですけど、はい、このホイールの方がホイールっていうイメージの色ですよね。一般的に、ね、一般的に。そうだ、ここに行く前に、うん、仕上げ前に止めたっていう製法なんだ。そうです。かっちょいい。かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいです ね。バランスも良くて本当。いや弁定がってやっぱキャリパーでかいっすね。でかいっすよこれ。黒だからこれでも小ぶりに見えますけど、うん、生で見たらでかい。現物見ると圧倒されます。本当っすね。23インチの台形ホイールでこれですからね。本当ですよね、はい、スカスカ感ないですよね。ないです、ね、普通向こうが見えちゃいますもんね、うん、スカスカで、はい、そしてオーダーメイドなんでこう出面も完璧に完璧だ、うん、はい、さすが仕上げてございます。さすがだな、うん、ベンテーガってあれエアサスですよね。エアサスです。だからこれもうちょっと下げようと思ったら下げれちゃう。下げれます。はあ、はい、すごいな、うん、もうこれやることないですね。もうなんかカスタムの僕の中ではゴールに近いですね。そうですよね、はい、デゼラもいいし、はい、ホイールもでかいしラッピングもしてあるし、ちょっと待ってなんか悪いとこ見つけないとな。そうですよ。辛口でお願いします。辛口で、ね、今回はねいつものツッチーと僕の自動車紹介だとね、はい、いいないいなすげえなーで終わっちゃうんで、はい、そうですよね、はい、うわそうなりそうだな俺も気をつけないと、はい、ここも塗り分けしてんだ。そうです。うわすごい細かい。分けてます。さようでございます。細かい。さすがお目が高い。お目が高い。ちょっと意地悪していいですか。いいですよ。あやってるね。これやってるやつですか。やってる。このちゃんとこのなんていうの、だってこれだったら別に誰でもラッピング、まあ、できちゃうんですけど、この中もわざわざ巻き込んでやるのよ、はい、そうなんですよ。わかるかなこれ、ほら、はい、ほらほら映ります、この感じ。この内側もやってますね。でも好きなくやるって結構重要ですよね。そう、ちょっと見えちゃうとこう残念な感じが見えちゃうんで、まあ、そうですよね、はい、車が車っていうのもありますしね。確かにそうか、うん、これ気づかない人もいるんじゃないですか。ラッピングっていや多分分からない方は分かりませんよね、うん、でこれこの上とかこの窓枠なんかも全部ラッピングで、はい、ラッピングですね、はい、ここはブラックアウトです。すごいですね、うん、うまいことやってんなこれ。いやだから要はここのすごいマニアックな話ですけど、はい、ここのパネルって、うん、ここ全部こうつながってるわけですよ。ここそうですね、ここがそうです、ね、はい、これをつなぎ目なくやるって、はい、なかなか大変ですよね。いやそうですね。だから、まあ、当然だって平面のフィルムを貼ってるわけですから。そうですよね。そうです。それをこう伸ばしたりとか温めたりしながら、はい、曲線も含めて、うん、ここ1枚もんでこう来てるっていうのがなかなか。え、どこまで行くのこれ。ずーっとですね。ずーっとここまで1枚もんですか。行きますね、行きます、
やります悔しいけどすごいうまいことやってる、うん、そして後ろに回っていくとかっこいい。これがだから後ろについた人たちが見る景色ですよね。そうです、車でね、うん、道路で、うん、いやーかっこいいですね、黒とグレーで。ちょっとしたこだわりポイントとしたら、はい、どうしてもこの車を作るとなったら頭で想像すると、はい、テールレンズスモークかけたくなるんですよ。あー分かるかもしれない。最初ではですけどそこまで行ってしまうと、うん、ちょっとやりすぎ感出るじゃないですか。ああそうかもしれないですね、はい、高級感損なわれるので、うん、あえてリフレクターも、うん、テールレンズもハイマウントも本当だ普通に。あだからなんかそうですよね、落ち着いてますよね、うん、はい、おっしゃる通りで、ここをスモークに多分発注するときはオーナーさんとかはおそらく全部ブラックアウトで、うん、スモークテールにもしてくれるっていうのは割と頼みがちですけど、はい、ここをあえてしなかったっていうのが落ち着きを残しているポイントかもしれないですね、うん、そうですだから僕らは頭で想像するんじゃなくて実写でずっと作ってるので、はい、その辺をお客様にアドバイスしながら、いやそこはやめましょうよ、なるほど、だったらこうしましょうっていうのをポイントを押さえながら、だったらマフラーカッターをこのメッキも隠した方がいいでしょ、はいはい、ブラックアウトしましょうよみたいな、はいはい、トータルでやっぱりコーディネートしないと、うんうんうん、半端にやると良くないですよね。メリハリをつけるっていう意味もあって、はあ、うん、そうですね、そうですね、うんうん、でこっち、これまた悩みどころですよね。これをグレーにするのか黒にするのか、これ黒にしたんですね、はい、まあ、でもこれもさりげない、うん、悩ましいところですけどね。でもリアガラスとのこの一体感が出るんで、はい、まあいいですね、これもね、いいですね、うん、でよりこのここがグレーになるか黒になるかで、うん、後ろから見たらワイド感が変わってくるじゃないですか、はい、うん、リアのガラスのワイド感が出るんで、そうですね、やっぱベンテーが横幅結構ありますから、はい、逆にそれ活かしていった方がかっこいいかもしれないですね。ですね、今日僕が喋ることがありません、うん、一切ないね、一切ないね、スッチーさん、いやいやいや、完璧なんで言う、完璧すぎて、完璧すぎて、はい、いやいや、でも一人でいいんじゃないかっていう、いや、そんなことないです、そんなことないですいやいや、一緒にやってる感覚出てますから大丈夫です大丈夫です、大丈夫です。でもそうなると、じゃあ外装的には、はい、今一通り、まあ、ホイールも見たし、はい、っていう感じですね。そうです、はい、中行きます、中どっから行きますか。いや運転席から、運転席からね、中行きましょう。いや行っちゃっていいですか、じゃあ、はい、ぜひぜひ行きましょう。いやベンテイガはやっぱ僕憧れの車なんですよ、うん、はい、はい、もちろん所有したことないですし、でもファミリーカーとしては超贅沢な車じゃないですか。だから僕もいろんな話をしている中で、はい、ユージ君と話していると必ずベンテイガが出るんですよね、はい、出てきます、はい、どうなのっていう話になるじゃないですか。なります、毎回毎回ゲレンデは僕ゲレンデに乗ってるんです、はい、なのでゲレンデはやっぱりもう便利、うん、なんですけどベンテイガというこのデザインが僕はもう大好きで、うん、かっこいい、いつか乗りたいって言うんですけど、うん、まだちゃんと知らない、はい、今日ここで本当に考えてます、ねはい、そうですね、はいはい、開けますね、はい、どうぞ。おお、UG パパとしてケチつけてくださいね。まあ、もちろん辛口で、はい、やっぱ辛口で、そうです、家族目線でシビアに行きますからね。そうですね、今んとこでもね、はい、抜群ですいやこれだから高級感がやっぱすごいね、半端じゃないですね、うん、でこれ内装はこれアイボリーっぽい感じですね。そうです、ホワイト系の、はい、とよく見るとネイビーなのかな、うん、そうなんですよ。わあ、大人、うん、ここ黒じゃないんですよ。黒じゃなくてネイビー選んだんですね。そう、かっこいい、ステアリングもツートンで、はい、なんといってもベンテイガはやっぱりこの金属系のパーツのゴージャスさが、うん、いやーこれ前だからそれこそあのボンドさんのチャンネルで見ましたけど、うん、ベンテイガの、うん、はい、ありがとうございます。触れるとこ全部がベンテイガベントリーは配慮されてると、すごいですね。だってエアコンのここも全部ね、うん、裏もザラザラがね、そう、ね、そういやらしい電車を見ると分かります。これちょっとやらしいなすごっ、はあ、こだわり抜いてるわ。はい、いやこれすごい作り込みがね、作り込みが違う、乗りますね、はいはい、乗りましょう、乗ります、はい、お邪魔します。はい、どうぞ。あ、この革の匂い、うん、うわ、僕も失礼しました。いい匂いするわ、はい、出たこれこのベントレー独特の高級オプション、これだけで8万ぐらいするんじゃなかったっけ。よくご存知で、僕より全然詳しいですよ8万円するんでしたっけ、これ。これ8万円高いんですよ。マジっすか、はい、
でしかもめちゃくちゃ重たいんですよ。これもし万が一誤って落としたら多分ものすごい傷が入るぐらい、ちょっとした鈍器ぐらい重いです本当に。確かにメガネケースですよ。でこれあの入れたら分かるんですけど、うん、本当に薄いメガネじゃないと入らないんです。そうなんですよね。はい、はい、へーって僕が言っちゃってますよ。最近のごついサングラスとかだと閉まらないっていう、うん、中もレザー、これそう、なんかあのあれですよね、メガネを入れる目的っていうか持ってる価値があるみたいな。本当ですよ ね、 ね、オプションとして買ったっていう。だってこれを買うことによって車にとって命のように大事なドリンクホルダーを潰すんだよそうですね、もうドリンクホルダーという選択肢をなくしてまでメガネを守りたいっていう、そう、これですよ。すごいですよね。いや俺ドリンク、やっぱ家族目線でいくとドリンクホルダーは潰せないです、うん、だから僕はこのオプション大丈夫なんで、はい、この分安くしてほしいです。頑張りますすごい。いやでもやっぱすげえな、ベントレーって、うん、時計もだよ、うん、うわかっこいい、ブライトリングだ。そう、あベントレーといえば、うん、見事だな。お似合いでございます。ちょっと待ってください。もうめちゃくちゃそれで言うと欲しくなっちゃいますよね、はいはい、うわステアリングの感じもいいなこれ、うん、あ僕ねこれが好きなんですよ。このここは細くて、はい、こっちが太い。そうなんですよ、ね、奥行きがあるこのグリップがすごい好きなんですよ、うん、うわ見事だな。ステッチも本当にあのプロ野球選手にもらった高級ボールを今握ってるかのようなこの革の感じと縫い目、本当は箱の中身は何だろうなやったら僕多分あの高級ボールって言っちゃいます。レザーフスカ本当いいっすよね。でも全然違いますよ、格段に違いますよね、はい、うん、これ本当っすね、うん、やっぱこういうのってネットで見ても分かんないですね。そうですね、実車というか現車を見ないと、はい、うわ天井も全部だ、はい、オールレザーだ。そうです、贅沢、はい、うわすごいな、本当すごいな、やっぱ改めて見るとすごいですね。ミラーもね、まあもう当たり前かもしれないけど、もうこの、そうなんですよ、うんと縁なしのね、縁なしになってますね最近は。最近はこれだ、うん、やっぱこのモダンなんですけど、あのゴージャス感があって、はい、でなおかつちょっと現代感もあるっていう絶妙な、そうですね、ほらまたまただよ、ほら弁定が、もう気づいた、弁定がはこれ収納潰しに来るんだな余裕が出ると収納潰しに来るんですよ。これ見てください、ここだってもう限られたこれしかない収納スペースなのに、はい、潰せちゃうんですよこれ、はい、収納スペースを。そうなんですよ、うわもうすっごい、こう穴は隠せみたいな感じなんですすごいでしょ。でも見事だな、うん、いやこの一個一個これやってったら多分もう一日かかっちゃうんですよ。そうですね、でもこの今蓋開けた感じも、はい、もうちょっとした筋トレですよこれ。そうですね、もう重厚感が、だからこれ一ついいなと思ったのは、はい、うちの子供が今5歳6歳なんですね、うん、下の2人が、はい、でいたずらをやっぱするんですよ、うん、車にいると何かしらもうあちこちあちこち触るんですね、うん、これはね開けられない。本当ですか、開け方わかんないもん。あ確かに確かに、はい、そうかもしれないですね。5歳6歳だとこのぐらいの硬さになってくると、うん、あ開かないもんなんだってなってくるんだよ。なるほど、これいい、いいですね、これいい、はい、色はダメ汚れがね、そうですね、汚れが子連れにとってはちょっと色は、うんうん、この色で選びづらいな、うん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 、はい、確かにね、そうです、家族者としたら子供たちが大きくなって、うん、妻と2人でなんか旅行とか行けるようになった時には、うん、落ち着いた服でこういうの乗りたいですね。最高ですね、いいな、うん、やっぱり違いますね、うん、はい、僕全くその発想なかったですもん。え、プッチーさんはご結婚されてるんですか。します。お子さんいる、はい、2人います。いるんじゃないですか、はいはい、2歳と6歳です。え、はい、じゃあもうパパ目線バッチリあるじゃないですか。バッチリあるんですけど気が回んないですいやもう自分が買うならこう、自分が買うならこうの方が優先しちゃうんで、汚すなよっつっていや確かにね、はい、そっか、子供のために合わせるんじゃなくて、はい、こっち優先で買って子供に合わせさせると、はい、そうしちゃうんすよ。白だから汚すなよ、はい、そうですね、現実はそっちです、はい、現実はそうしちゃうんす、うん、難しいところですよ、はい、そこは、そうですよね、うん、いやでも本当クオリティがやっぱすごいわ、ね、文句のつけどころがない、はい、ステッチもかっこいいし。そうなんですよ、はあ、うん、すごいわ。色のバランスは考えられてますよね。本当ですね、うん、
いやすげえマジすげえ。僕いつもツッチーといつも言ってるんですけど、はい、あのユージ君はあのこの、うん、ちょっと今ドア開いてますけど、はい、ドアポケットとか内側とか手突っ込んでもらって、えちゃんと作り込みがすごいんですよやっぱり。うわ隙がないですよね。ちょっと待ってこれ、え内側も、はい、内側もレザーじゃないこれ。すごいでしょ。多分映像は見れないけど、うん、触ったら分かる。こんなとこまで貼らなくていいですよいやちょっと待って、もう一個すごいこと気づいた。何何、これはベントレーの凄さじゃなくて、はい、ボンドの凄さ。何何、これマジでラッピングなんですか。そうなの、そうなの。え嫌じゃないですかそこ色違ったら。ちょっと待って、こんなピラーの裏側まで頭おかしいっすよね。いや本当ですよ、だってせっかくのベンテーガですよ。いやちょっとマジ、せっかくのベンテーガーしたらあれですけど。いやいやいや、だってこれ、え待って、これは塗りですか。ラッピングです。ラッピングですよ。これも貼ってんですか。はい、はい、貼ってますよ。どうやって貼るんですかこんなの。それはもう技術者にね。はい、もう僕らも本当に頭おかしいと思います、はい、いやすごいなと思います。僕らが見せてもちょっともうクレイジーですよこれこんなとこまでやります。はい、あ俺これはもう逆にやんなくてもいいですよ、うん、って思っちゃうけどやっちゃうんですねボンドさんは、うん、やっちゃいます。すっげえ、ここら辺もだよ。全部ですね。マジで全部だ。の、はい、裏の返しも全部。ってなるともうこの辺のモール系は全部外して。はい。はあ、すげえ。脱帽ですこれは。ありがとうございます。マジですごいっす。ありがとうございます。いやだからそうなってくると、うわこれはすごいわ本当に、うん、見事に全部だ。うわこれマジでだから本当にあの詳しい人じゃなかったら分かんないですね。はい、うん。ラッピングだってこと。そう。いやこれすごいな、うん、はぁ見事だ、お見事。はい、ありがとうございます。この良さを分かっていただけると嬉しいです。まあ確かにラッピング安いとこ探せば確かに最近出てきましたけど、いくらでもありますよね。ありますあります、はい、でもそうするとそのラッピングの材料の品質、そうです、まあ糊ももちろん、はい、あの貼る範囲も変わってきますもんね。変わってきます。見えるとこだけしか貼んなかったりとかね。そうですね。あとはそのやっぱり技術じゃないですか、はい、その張り込みの仕方、経験の豊富さ。確かに、はい、でこれはそこそこ種類が いっぱいあるんですけど、はいはい、やっぱりいいラッピング、うん、フィルムって光沢が強かったり、なるほど、薄かったり、はいはい、フィルム感出さないために、うんうん、ってなると、うん、張り込みがすっごい時間がかかってって、なるほど、だからそれができる技術だってやっぱり僕らが知る限りでは数人しかいないですよ、はい、日本国内で。やっぱそうなんだ、はい、僕も今の車のこの、うんモールを自分で貼ってみようと思って、はい、あのやったんですけど、やっぱいいやつを買ったんですよ、うん、で自分で貼ろうと思ったら、はい、やっぱ薄くて難しくて、はい、で変に引っ張りすぎて、うん、ピッて破けた。そう、うわーみたいな、うん、一瞬でもう台無しになってやめましたもん、ね、だから今度ここ持ってきますぜひじゃあちょっと後ろ見ますね、はい、ここが結構家族にとっては大事なポイントになってくるんで。あ、広さ的には、うん、申し分ないです。申し分ないです。僕185なんで、うんうん、僕が座れるかでいつも判断してるんですよ、うん、基本後ろに座ることないんですけど、僕が座れたら大丈夫だろうなと思って、うん、でも基本ゆうじ君の場合は、はい、あの僕らと違って、うん、足長いんで座高低いじゃないですか。土、はい、はあの足短いんで座高マックスの人間なんで、いつもこういっぱいになっちゃうんで、ね、あでもベンテーガは大丈夫。ベンテーガは大丈夫。ベンテーガここだから全部ガラスだし、うん、ここ今開けた状態なんでより開放感あるんで、うん、そうですね、全然窮屈感はないですね本当に。ただねやっぱ子連れ、うん、子連れで言うと、あだからアイソフィックスはついてんだ。ついてるの。あだからもうもうバッチリ子供のこと一応考えてんだベントレー。いやもちろん考えてますね、はい、ってことはここにだから中にあるね、うん、金属の金があるんでチャイルドシートガチャッといける。ガチャッと入れますよ。で子供がじゃあ乗りましたってなった時に、うん、まずここの色は俺もうこれもアウトっすね。アウトですね、はい、しかも何うわ革だ。すごいでしょ。いや全部革の車でもここだけはプラスチックだったりとか、うん、そう樹脂のね樹脂だったりするじゃないですか、うん、ここ全部革だ。そうなんですよ。うわ中もだ、はい、まずいなこれは、うん、これはまずいな。ここも一番のキックスポットなんだよ、ね、子供の足がガンガン当たる、うん、でこれなんか外せるじゃないですか。これ確かそうなんですよ、ねはい、出てきたよ。出てきた。これは取り合いだなそんで後ろでいろんなことされても急に暑い寒いで、これちょっとされます、ね、これは子連れにとっては隠しときたい相手、うんね、そうです、ね、要注意です。要注意だ、はい、わすげえ、うん、ちょっとここ見ていいですか。で実用性で、はい、あこれ便利ドリンクホルダー、ドリンクホルダー、はい、
子供の水筒とかね、うん、入れとけるし。そうですね。あ、これはいいな。うん、あ、ベンテーガって何？荷室これ、はい、完全後ろも見えないじゃないですか。そうなんですよ。SUV って後ろから荷物取れちゃうのかなって思ってたんですけど、うん、はい、こんなに密閉するんですね。そうです。荷室、うん、ちゃんと隔離されてます。トモカバーの息聞こえてるじゃないですか。はい。行ってみますか、トラック。行ってみましょうか。行ってみましょうか。行ってみましょう。早速、はい。すげえな。まずいなこれは。まずいなこれは。まずいな。欲しい度がどんどん上がっていっちゃうな。はい、うん、まあもちろんね。もちろん電動ですよね。そうですね。はあ、は出た。はい。引っ張り上げられてるわ。はい。すげえ。すごいでしょ。これとこの。うわ、ほん、これがね、樹脂なんですよ。え、ここがね、ここが。ああ、これ樹脂なんだ。こっちが。わかんない。うん、あ、これ全部レザー。そう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 。ここもレザーなの。そう。トノカバーって、あの、そう。ビロビロ。シェードじゃないんですか。そう。え、しかも、どんな高級車でも大概の高級車って、はい、ここ黒い樹脂使いません。あ、本当だ。ここと。うわ。これ贅沢だな。本当に贅沢な小技が。そこかしこに。いくらすんだよこれって感じ。これだけ。本当ですね。これすごい。うん、でこの中ももちろん、うわいいな。カーペットみたいになってるわ。うん、カーペット見てこの中見ていいですか？でどうぞ。うわ。あ、もうパンク修理キットね。そうです。今の時代は。はい。そうか、じゃあスペアタイヤがボンと入ってるわけじゃないですね。違います。ああ、でもその方があのやっぱ車重重い車ですからね。そうですね。少しでも軽くしないと。はい。W12 ですもんね。そうなんですよ。そこがちょっと心配だな、うん、パワーはいいけど、うん、燃費がね、燃費がね、うん、でもこんな車乗る人たちはそんなこと言わねえのか、うん、はい、うん、オーナー様ですか。はい、オーナー、もうオーナーですから、はい、はい、ありがとうございます。いや、はい、いや、いやでも不思議と僕の周りの友人で何人か実はいるんです、ベンテーガ。そうなんですか。いるんです、はい、乗ってる友人がいて、やっぱすごい興味がある車なんで、うん、いっぱい聞いてきたんですよ、燃費はどうなのか、うん、誰一人として文句言わないですね、うん、なんかあの燃費はどうなのって聞くと、うん、あ、悪いよって言うんですけど、うん、はい、そう、悪いのよ、聞いてよみたいな人が一人もいないですもうこの車本当燃費悪くてさみたいな人が一人もいなくて、うん、悪いけど何かみたいな、うん、そういう人じゃなきゃ乗っちゃダメですね。そうですね。はあ、そこは割り切ってもらいたいですね、はい、でも行くんだったら W12 に行きたいです僕は。いや本当にそうだと思いますね。本当にベントレーは特にベントレー、はい、ね、うん、W12 ですよ、はい、V12 じゃないですから。そうなんですよ、ね、そこ行きたいんだよな。行きたいですね。見事です。はい、広さはどうですかお父さん。あ、これはね最高、うん、大丈夫ですか。大丈夫です、うん、ただやっぱり案外子連れになってくると、うんうん、実は高さも結構必要になってくるんですよ。だからトモカバーはこんなに税の限りを尽くしてもらいましたけど、うん、はい、撤去します。はい、だからそれがまた贅沢なんですよ。こう撤去されるかもしれないアイテムに、ね、メーカーもレザーを貼るっていうのがすごいなと思うんですよ、ね、これだってもうオーナー様によっては本当トモカバー外して家に置きっぱの人とかいっぱいいるじゃないですか。そう、一度も使わないっていう方も、使わないっていう、そう、これ外しちゃおうみたいな人いるのに、うん、ここにもお金かけてるっていうのがすごい、はい、ベントレーすごいわ。手抜きなしです。はあ、素晴らしい。かっこいい。ありがとうございます。とんでもないです。あとは今もう本当にざっくりと周りと中見ただけで、はい、やっぱり車なんで動かしてみないと。おっしゃる通り、はい、はい、その辺がちょっと気になりますね、うん、じゃあ、はい、行っちゃいますか。行きますか、はい、行っちゃいましょう。お願いします。お願いします。